ギリシャを公式訪問中の秋篠宮家の次女、佳子さまは大統領を表敬訪問し、その後、首相夫妻と懇談されました。現地時間28日午前11時頃、佳子さまは淡いクリーム色の着物姿で大統領府に到着されました。ギリシャ初の女性大統領、サケラロプル大統領、67の出迎えを受け、 糸杉が立ち並ぶ遊歩道を一緒に歩かれました。庭園に面した会場に案内された佳子さまは、バックから天皇陛下からのメッセージを取り出し、読み上げられました。125周年と文化観光年を契機に、ギリシャと日本との友好親善が深まることを願っておりますとのお言葉でございました。その後、佳子さまは首相府に移動し、 ミソタキス首相夫妻と懇談されました。首相夫妻からは部屋に飾られたギリシャの伝統工芸品について説明を受け、日本工芸会の総裁を務める佳子さまも日本の伝統工芸品について話をされたということです。